2019年11月、金茂で腕前 X ガチョコバトルです。さあ、まだ今月に入ってからジムをやっていません。とりあえずはスコアを算出するところからじっくりやっていきましょう。ローラーとボールとか、射程が短く、よくパッティングしそうな人が2人もいますね。ん？これカーリングに乗ってない？っていうかすごいところにインクが、すごいところにインクがばらまかれたなというのに気を取られすぎていたが、まあちょっとこちらの打ったインクがあまりにも露骨すぎて適当に打ったら当たってしまったみたいな感じだったんでしょうが、狙われてますね。とりあえず裏を取って逃げ場を奪って、あとローラーはこっちから来そうだな、気をつけなきゃ。潜伏の重要性を最近ちょっとずつ学んできているよ。今更かいって感じもしますけど、おやるね、いい感じだよ。でローラーいますね、ジェッパターン、やりますね、やりますね、わいわい、お願いします、お願いします、お願いします、助けて、お願いするぜ、お願いするぜ、ローラーがいる、はい、あこれ死んだな、あ生きてる、生きてるなら最後まで頑張ろうと思ったけど、でもローラー後ろにいたか、ということはこの俺がさっき待っていたところあたりで隠れてたのかな。なるほどね、今回はイカ速をガンガン積んでおいたので、もし相手じゃなかったこちらがあれなんですよ、矛を持つことがあればスマートに切り抜けられるかもしれないという期待があるのですが、ものすごい運んでくれましたので、今回はひたすら動き回って味方のフォローをしていく感じにしましょう。ローラーとボールドですからね、全体的に射程は相手かなり短め、よほどのヘマをしなければかなり、あいる、うー最悪すぎる、タイミングが最悪すぎる、まずい、これは最悪すぎる、マジかよ、うえひって、あそこ割るべきじゃなかったな、割るべきじゃなかったにしてもひでえな、スビアを使っておけばって感じか、完全に先輩やらかしたな、つらい、これはつらい、結局ローラーにしか倒されてない気がする。てかローラーに3キル取られたのか、嫌だな。さて先ほどの敗北で心を乱されないように、エリアやアサリで培ってきた冷静さを保つ修行の成果をここで発揮していきましょう。さて今回はローラーはいませんが、相手にクーゲルが回りましたね。よくもさっきヘマをやらかしたなという、そういう恨み事が聞こえてくるかもしれないので要注意ですね。さあ潜伏をしながら、おー、これでよし、いいね、しっかりと待つことができました、偉いね、ちゃんと待ってて偉いね、ワンちゃんになったような気持ちで待てができてとっても偉いねみたいな感じでいきましょうか。しかしクーゲル届くか、なかなかの射程だな、あの位置からここまで届くんだもんな、射程の長さ的にはハイドラと大差ないって感じですね、長射程まで伸びると。さあ今は進める余裕がないという感じか。さあてこれでみんな位置がバレて、おっと露骨にこちらを狙ってくるね。さてとりあえずスフィアは使えるようにしておいたし、裏は取れるようにしておいて、あんまり急ぎすぎると良くないよ、ビーコーン前に出るが良いわ、出るが良いわ、はっはっは、こちらに病んでいていいのかい、いいのかい、なるほど、オッケー、届かないか、だが進めづらいでしょ、危ねえ、危ないでしょうか、なんでこんなにいっぱいいるの、やめろってやめろってこれはちょっと効いてないんだよな、歩行を進める気がないのかな、いや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 、冷静になれ、俺だけが狙われていたのかなみたいな、そういう僕だけがいない街みたいな、主人公を気取ってんじゃねえぞ、あくまで俺はモブだ、優秀なモブであるということを考えておかないといけないね。さあ一人しかいない、これは進めるチャンスだと、大暴れするところでしょ、ということで、ということで、ということで、
ということで、お待ちいただいてよろしいですか？全然お待ちいただける気配がないですね。倒せねー。今のはちょっとブレちゃってましたね。さあ、ちょっと雨プラスこれだからな、取れられないか。うえー、こいつは悲惨なことになってきてる。で、ここまだいいんでしょ？で、止め、止め、危ねえ。かろうじて止まりました。リールランサーやめて。まあ、さすがにここまで来れば止まりはするでしょうが。オクタはもういないか？いや、隠れてる可能性がある。気をつけて。いったー。でもビーコンということは違うのか。クーゲルでしたね。背中ー。オッケー。やっと潰した。ふぅ。いや、しかし思いっきり進めてきましたね、相手も。さて、さて。潜伏というのをよく考えつつ。これ、クーゲルできますね。なんかクーゲルが来る前に、ちょっと、なんとかしたかったんだが、覗かれてたかもしんないな。さて、ちょっと飛べないな。何はともあれ、最低でも5分持ちこたえるぐらいの気概を見せないとな。ここまで来ると、ちょっと味方も、これは勝てねえわ、みたいな空気、出てくるんですが、かといって、諦めていたらいつまで経っても上手くなりませんからね。左は？あー、なんか一人いるし。これマルチミサイルを構えたから、うん、位置バレたよな。これで後ろが一人いるんだよな。かなり鬱陶しいな。一人いるということは、持って運ぶだけの余裕があるというふうに言い換えられなくもないのですが。怖いでしょうが。ちょっと待って。一旦回復しながら左に行きましょう。お、進めるチャンス。ジェッパ来ちゃった。これ死ぬ。爆風当たるものな。お、やるじゃないの。で、結構入ってきてくれてんな。飛びましょうか。今回スーパージャンプ短縮さんはいないので、その点はちょっと不安ですけど。クーゲルさん、クーゲルさん、届かないんですけど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 、足元塗って。クーゲルさん、届かないんですけど、全然届かないんですけど。マジで言ってる？ジャンプしてこの射程ですからね。悲しすぎるんです。悲しすぎるんですけど。あー、登りたい、登りたい。登らせてくれ。位置バレてるので、これは死ぬ可能性高いですよね。撃てねえか、届かねえか。上向きに撃っても、下向きに撃っても、状況が有利にならないっていうのが悲しすぎるな。あの場合はどうしたらいいのか、素直に。あの狙い方をしない方がいいんでしょうけど、上で待たれてるとな、近づけませんから、もう素直にスフィアを貯めるのに集中した方が良かったかもしれないですね。あーん、これはひよったね。あのラストのタイミングでひよってしまっては、倒せたものも倒せなかったね。今回どのタイミングだ？味方3落ちしたところで矛を止めに行けなかったからかな。あの辺は痛かったけど、キルするかな。いいところで待たないと、せっかく潜伏してても決まらないというところが辛いな。 X 隊まで来るとな、矛のガードが結構厳しいので、甘えたキルは取れないですね。はい、アンジョビットゲームズ、いい加減ここで勝とうぜというメッセージ性の感じるステージセレクトですね。今回の長射程は、我が輩のチームのロングブラスター。なんで我が輩って言ったのかわかんないけど、我々のロングブラスターと、相手のソイチューバーという感じですね。ノーマルのソイチューバーが着地でいいんだったかな？ソイチューバーも、プロモデラー以上に見かけない武器ですからね。たまに見かけるとちょっとびっくりしますね。スペシャルの、あれもよくわからない。さて、こちらの最長射程がちょっとやられてしまっているのが不安ですけど、一人持ってきたい。ダメかい？ダメですか？一人、そいちさん、そいちさん、そいちさん、危ないだろうが。届いてるし、届いてるしは、届いてるじゃないか。はい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 、はい、倒せねえ、クッソ、ぴょんぴょんしやがってこいつ。やるな。だから敵がだいぶ後ろに注目を、なんていうのかな、分散しているかなっていう感じで、
まあ、矛の方に無理やり突っ込まなくてよかったかなっていう感じですね。まず、一人入ってきてるし。待って、危ねえ。今のギリギリだったでしょうが。待って、雨降ってるよ。はい、スプリンクラーで警戒をさせつつ、ノバの気配感じました。あー、もう一バレてる、これ。下がる方、下がらない方がよかったのか、これ。この距離な、火力があると倒せるんですけど、火力がないと、最後まで打ち切らないと倒せないんですよね。大丈夫？最後までやりきれる？ってね、聞かれた時に、僕頑張るよって、ちゃんと言える人じゃないと真剣ゼミは続かないみたいな感じなわけですね。うおー、いただきまーす。ごちそうさまです。美味しかったよ。みー、待ってー、怖いでしょうが、怖いでしょうが、怖いだろうが、ふっ、逃げんのがうますぎるんだよ。びっくりするだろうが。はい、ジェッパ来たー。はいはい、ジェッパ、ジェッパ。またジェッパか。ふっ、スライドをしたくてうずうずしてるんだろ。俺だってスライドを打ちたいんだよ。おら、うわー、おら。ちょっと今までの恨みをなんか晴らそうという気持ちが若干見え隠れしているよ。待って、待ってくれって。もうびっくりするでしょうが。届かないんですけど、届かないんですけど。やっと届いたね。とりあえず裏を取って、逐一相手を止めるということ自体はできている気がするので。まだ悪くないよ。で、カーリングということはいるよね。あなたじゃないんです、俺の想像していたのは。でもそうか、2人いるのか。カーリング完全に魔人しかいないと勘違いしていたけど、そうですね、カーリング2人いるので魔人コラの可能性が高いかなと思いましたが、違いましたね。さて、お互いに雨を降らせてという感じで、1、スライドしまくってくるね、君たち。スライドマニアかな。あー、蒸発してるところ目撃してしまった。くー、これだから連敗が続くと本当にパーティーメンバーが何か呪いにかかったような感じの悲惨な敗北が近づいてくるんですよね。避けなさーい。避けて、待って、死ぬね、これ。分かってるよ、分かってるんだけどな、数が2人以上いると厳しいんだよな。しかし、まあ、なんでしょうね。もうこんなやる気のない金モデとは一緒にやってらんねえよみたいな感じの落ち方でなかったので、まだいいでしょう。まあ、一応あれは回線不良という感じでしょうね。あんなスライドの途中でピタッと固まるってことは、そういうことでしょうね。道を塞いでやるぜ。わーい。あなたは、この塞がった道のところで、冷静さを失って、死んでいく定めなのです。待ってってばー、どうだね。まあさすがにこれは時間的にあれなんでしょう、引き分け扱いなんでしょうけど、でも負けた方が引き分け扱いになるけど、勝った方は勝ち扱いになるんですよね、回線落ちすると。それはそうすると回線落ちしたチームがなんだろうな、有利というよりは損がなさすぎて、うん、落ちた方がいいんじゃないのみたいな、よくわからないバランスになってしまいますからね。こういう塩梅がちょうどいいんでしょうけど。勢いを潜めて潜伏し、時には素早く大胆に相手に詰め寄り切りを取る、そんなアサシン忍者的な動きをプロモデラーには求められているのかもしれない。なんだけど、その動き方で言ったら一番暗躍できるのはローラーとかボールドの方だと思うんですよね。じゃあプロモデラーでやる必要性は何なんだって言ったら、やっぱり塗り能力ですよね。生かしちゃおけねえみたいな、あいつを生かしてたらどんどんフィールドが悪化していく一方なんですけどみたいな風にプロモデラーに対しては思われていると思いますから。登ってくる、登ってくる、登ってこないんですけど、くっそ、登ってくる気配が まるでねえぜ。あ、そう来るの早い。しまったな、短射程のが来てしまったが、さっきから詰められんのがクソ早いな。で、開始30秒でこれってもう、やばいな、なんかもう。完全に金棒で甘く見られてねえか。すげえ距離詰めてくるし。かといって、こうやって勢いに任せて金棒でが突っ込んでたら相手の思うツボですからね。あーん、びっくりするでしょうが。誰か。あ、ジャンプ？でもそういうジャンプか。一人、着地があるよ。着地じゃないか。ということはバブル。うわー、バブルも嫌だな。登って来てない。あ、味方だった。いいね。なるほど。クリアリングうまいじゃないの、みんな。
壁張っときますね。さて、クゲさんがちょっと怖いな。あ、スフィア危ねえ、溜まってなかった。逃げ場はないぞ。逃げ場はないぜ。あ、逃げ場あんじゃねえか。逃げ場だらけだよ、こんなの。バブル張ろうというのかい？違った。か。帰れた。帰れたけど、今更すぎじゃない？タイミングがよくわからないね。でもさっきの残りカウント1に比べれば、まだなんというか、多少は勝ち目がありそうな雰囲気ですね。さてと、だいぶ右の方にいますね。お、やるよね、やるね。俺が全く、俺がアシストするまでもなかったか。みたいな感じになってますね。それはお前のアシストでは役に立たないから、一人で勝ててよかったと向こうは思っている頃でしょうね。いいね、いいけど、いいけど。あ、おー、すげえ。これね、金モデだと届かないから普段来られないんですよ。誰かがやってくれたおこりで入れました。やったね。あ、でもそんなことに喜んでいる場合じゃなかったね。さて、来るかーい、来るかーい。やめて、クーリルさん。こっちを見るんじゃねえよ。こっちを見るんじゃねえ。はっ、生き残ったー。ふっ、炭酸ボムを投げるしか君たちにはできることはないんだろ。だったら私にだって勝ち目はあるでしょ。勝ち目は、あー、間に合ってね。でも大丈夫。私にはスフィアが。カモーン、カモーン、カモーン。ふっ、これが、あー、くそ、あと1カウント。待って、あとちょっとなんだって。あとちょっとなんだって。待って。いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいて、届かない、届かない。あっぶー。ああ。なんだこの必死な感じ。いや、でもラスト、インファイト、決まりましたね。ちゃんと最初に宣言していた、潜伏をし、時に素早く相手に詰め寄りというのが、実現できた、非常に稀有な試合でしたね。ああ、怖い。やっと勝てた。やっと勝てたけど、なんかすごい気分のいい勝ち方ができて、ちょっとテンション上がりましたね。最初の3連敗は本当にね、死ぬかと思ったんだけどね。さて、なんとか、かろうじて、今から、なんだろう、自分のお葬式が始まりそうな中、なんとか生き返ることに成功したみたいな、絶妙な勝利を得たところで、もう一度、勝ちを拾っていきたいところですね。カーボンローラー VS スプラローラーになりましたね。図らずしも。で、射程が短い。こちらのバレルが最長で、しかも唯一という感じの最長射程ですね。ここで待つっていうのもそろそろな考え物ですね。読まれかねない。いますか？いませんね。お、いいね。いいね。あなたは？あなたは？スプリンクラーの脅威をまだ知らないですね。うふぅ。やめてノバ。炭酸ボムを投げる気でしょ。そんなの絶対私許さないんだから。雨降ってきてるんですけど、ちょっとやばい、死ぬかもしれない。はっ、あ、耐えた。ちょっと待って、左奥が結構ピンチ。これスパッタリがいるのかなって思ったけど、そういうわけじゃないよね。ちょっとここで上げておいて、味方がヘイトを集めてくれるので、ありがとうございます。ひー、ここには隠れていない。登ろうとしていないね。いただくぜ。あの1回の弾のダメージ24が、あの、なんだ、ハイパープレッサーを勝利へと導いた、勝利の決め手だったというふうに、そういうふうに、すごく恩着せがましく感じていきましょう。いいですね。ローラがいない。ボールドがいない。ということは、我々が進めるチャンスです。進めるチャンスです。ジャンプして、いっぱい塗って。お、私に任せください。私に任せください。行かないで。ふっ、届いてやったぜ。届いてやったぜ。危ない、届いてやったぜ。ふっ、射程が短い人たちに、勝ち目はないんです。射程短いとか、マジ、やってやんの？って思う人も、このスプラトゥーン2にはいるかもしれない。そういう噂を聞いたことがあるよ。本当かい？本当なのかい？ジェニファー。あ、人がいない、人がいないということは危険だということなんです。待って、すりゃー、届かないので逃げまーす。はい。こうやってね、あの、なんだろう、予告状的な何かを残していった怪盗団みたいな感じで、あの、スプリンクラーを残して華麗に去ったんですが、怒涛の攻めでしたね。まあ味方が3人いないということは、相手は全力で攻めに行くチャンスだったわけですからね。ローラーを倒せただけ結構良かったかもしれない。
え、これ動かしてんの誰本当に。なんかいつの間にか動いて、ちょっと俺のテンションを上げていくの。あ、あ、やめて、やめて。あ、行く気ですかあなた。う、私の背後、私に背後を取らせたなんて、一生の不覚ですよ。はぁでもナイスだぜ。上を見ているとね、足を救われるんですよ。ノバブラスターさん。特に射程が短いとね、すごく上を見たくなる。背伸びをしたくなる。すごくよくわかる。プロモデラーもね、上をものすごい見ていると、足元すんごいオフスになるんで。その気持ちはとってもよくわかる。痛いほどわかるんだけど。それをやっていると、大変な場合になるんだよ、このようにね。実演してしまうとはな。反面教師、ここに極まれぎみたいになってる。かぶよー。スパッタリーが犠牲になっている。その犠牲の犠牲を、私は解除しなくてはいけないのです。ん？来るのかい？来るのかい？あ、待ってくっそ、カーリングで道塞げてなかったか、これ。それか、道を塞いだと思ったところより、前にすでにもうローラが行ってしまっていたんでしょうかね。道を止めるとカーリングローラはすごく弱体化するんですけどね。一瞬でかわいそうな感じになるんですが、止められないと悲惨な目に遭う。ローラーもそろそろ縦振りの回数縛らないかい？ローラーは縦振りを1試合に5回しか使えなくなりましたみたいな。そういう、なんでしょうね、YouTube のプライバシーポリシーが変更になりました的な感じのノリで行ってみるのはいかがですか？やるじゃないか。あ、いいんですか。あー、カウンターやめろし、やめろってもう、怖いな。早くカウンターで私死ぬところだったわ。ふーん。ふーん。ささささささ、私はイカ速があります。私にはイカ速があります。待ってー微妙に無理だったか。しかしこんなところにいたのか。全滅したと思ったが勢いよく飛んでいた。ビーコンをどっかに残していたのかな。全くマップにはなかったように見えたんだが、気づかないところに置かれていた可能性はあるね。ウェーイ、待って、危ないだろうが。届いちゃうでしょうが。もう挟み撃ちやめろし。さて、ちょっとインファイトが続くと我々には不利になるかもしれない。あ、下ろしてくれたのでかなり形はいいですね。で、あとボールドだけということは、仮にここ止まっても極端にピンチになるということはないはず。ノバさん、上を向いていていいんですか。悪い余裕ないんじゃなくって、悪い余裕がないんじゃなくって、お二人いただき、そして一人いただかれましたが、ラストワンですから、これはなんとかな、え、これはなんとか、これはなんとかなるでしょう。いや、これは勝てるやろ、これは勝てるやろ。ねえ、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 ねえってば、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 ぶねえマジかよ、もう。恐ろしいんですけど。はぁ、あ。いや、まあ、でもなんだかんだ、あそこで二人止められたのは大きかったですね。あそこ二人止まらなかったら、ただでさえ、こちらの微妙に、射程的に止めづらいメンツが残ってしまった段階で、あの矛を自由にさせていたらどうなっていたかわかりませんでしたからね。ふぅ、なんか、無駄に気流数も稼いだし、悪くない勝利でしたね。よし。ちょうどいいところなので、一旦区切りましょう。もう一回ぐらい動画撮れますね。ありがとうございました。